ているようです。さあ始まりました 2022-23 シーズン日本ハンドボールリーグ男子から、右に攻めていく赤のユニフォーム吉野からトヨタ車体の攻撃です。決まりました。早速トップスがイシャドウがキャッチ、パッシブの動きの手が上がりました。4回以内のパスでシュートに行かなければいけない。決まりました。岡本取られてしまった中ほど今日はどうか、決まった。中ほど海斗の得点。前半まもなく10分、トヨタ車体ピボットは岡本、得点決まりました。コーチ帰りです。パッシブの動きの手が上がりました。早くシュートを打ってねという合図。上がりへ、決まった。ので、なんとか足を動かして守り切りたい吉野。イシャドウ決まりました。吉野か石川から上がりへ待機。さあピボットにパスがつながったが加藤のナイスセーブです。ボールがゴールラインを割ってしまうと得点になります。さあそしてここは体勢立て直して杉岡、決まりました。吉野対伊藤です。ここはナイスセーブ、失礼、衣笠でした。衣笠のナイスセーブ。上がりへかわす、ウィングに振った、中ほど決まった。ポストに当たりながら決まりました。渡辺です。打っていったがここは伊藤のナイスセーブ、はい、足元で止めています。そして長いパス、トンタン、ナイスパスからの近藤真央さん、加藤がここも止めるんです。上がりへ石川、決まった。これで通算700得点達成です。はい、素晴らしいですね。キリクラ、さあ吉野です。そして渡辺割っていく、決まりました。そしてウィングは杉岡と、向こう側には4番のイシャドウがいます。ボールは琉球コラソン、左から右に攻めていく白のユニフォームです。上がりへセーブルで切り込んできました。決まりました。与田、上がりへピボットに回したかったがトヨタ車体がボールを奪いました。スピードに乗っていく吉野、決まりました。さあここも吉野です。しかしちょっとボールをこぼしてしまった。さあその隙に与田、与田、与田東馬、決まりました。かわした。しかしここもトヨタ車体がしっかりつきます。そして攻守が入れ替わって杉岡、早い早い、決まった。ここも枝を下げて上に、あ、下に決まった。先ほどか吉野、渡辺から松下、右足一本伊藤が止めます。守るのが難しいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、衣笠かなり前に出ている。そこを浮かせて伊佐堂が勝ちました。大きいからという話がありましたが、はい、平均身長などで見ていると琉球からの3つは一番小さなチームなんですよね。そうなんですね、持っています、はい、そして松下スピードを上げていく、ウィングに振った伊佐堂、決まりました。2シーズン目。さあ杉岡のシュート、ここも決まります。敵に行ってほしいですね。今サイドディフェンス非常に積極的な様子が見られました、はい、そして今のシュートはキーパーが止めています、平尾です。そしてここは北爪、決まりました。ですけども、しかしコノソンとしてはそうもさせません。そしてここは決め返す中川、はい、2シーズンぶりのゴールにつながるか、はい、決めた、7メートルスロール、復帰ゴール、はい、お客様の方に向けてガッツポーズ、はい、川崎、そして富永、これも決めた。富永直人の連続得点。そして上がりへ与田です。さあ最後まで諦めない姿勢琉球コラソン。しかしここで試合終了となりました、はい、32対23、地元の応援を力に変えてトヨタ車体が勝ちました。